久しぶりです。セイナです。オーストラリアではお世話になりました。もともと海外にすごく興味があったので、オーストラリアでの経験はすごく貴重なものになりました。将来は大学で法律の勉強をして、日本ではなくて海外に出て働きたいなと思っています。また機会があればオーストラリアに行きたいと思うので、その時はぜひ会ってください。体に気をつけて。ありがとう。